どうもこんにちは、極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。今回は極真史上最強シリーズ第4弾大鷲チャールズマーチについてお話しさせていただきたいと考えております。第1回スカイ対ただ2人外国人の中でベスト8に食い込んだアメリカ人であります。第1回世界大会は創始者であり館長であり、その総裁であった大山松達が、日本人が負けたら腹を切るとまで言い切った大会です。日本人最強を示すためにも、腹を切るという日本の自信のためにも、まさか第1回で負けるわけにはいかない。だからという安易なわけではないかもしれませんが、この大会は外国人には知らされなかった一つのあまりも大きな情報がありました。日本以外には下段回し蹴りというものが知らされていなかったのです。今となってはありえない話ではありますが、当時の空手事情では相手の太ももを蹴る、足を蹴るという技術がムエタイと3対3の対抗戦を行われるまでは考えられませんでした。事実として初めてその下段回し蹴り、ローキックを見た空手家は相手の足などを蹴って何をしているんだと笑って馬鹿にしたと言います。しかしその後、そのあまりの破壊力に抵抗したと言います。事実として過去全日本大会で準優勝にまで輝いたアワードを取り、超人としてその高い身体能力、飛び後ろ回し蹴りを開発したとして前評判が高かったウィリアム・オリバー、後にあまりに圧倒的な力により準決勝までまさに無人の脳を行く実力を見せつけるも、そこで疑惑の反則負けを犯し、第2回世界大会3位に優勝した極真史上最強の一人であるウィリー・ウィリアムス、そんな強豪外国人と歌われた彼らが誰一人としてベスト8に入ることは叶いませんでした。それが下段回し芸という、その攻め方も最後まで守り方、受け方も知らなかったがための圧倒的な判断。ちなみにですが、特にアワードコレジットウィリー・ウィリアムスに関してはその前段階で潰し合わされるという決定分でした。そんな中、チャールズ・マーチンは、彼はその2メートルにも及ぶ巨体で宙を回るんです。杖受けすら知らなかった彼は、相手から飛んでくる未知の技であるローキックを、なんとその瞬間に空中に飛ぶことによって回避し、そのまま蹴り、もしくは凄まじい威力を持つ聖剣中段突きを相手の胸ぐら、腹に叩き込み、そしてベスト8、準々決勝まで勝ち上がりました。特にハイライトと言われているのが、2メートルのマーチンをして見上げるイスラエルのジー・カダリ選手との対戦。ここで彼は、その当時存在こそありますが、当時まずほとんど当たることのなかった後ろ回し蹴りをもろに顔面、顎に、下から打ち当て、相手を失神にまで追い込んでいます。この様は後に漫画カルテバカイ時代の中でも世界大会最大のハイライトとして扱われます。さらにはベスト16では当時の日本のホープ東谷匠に何もさせず、その聖剣突きで腹を徹底的に効かせ押し戻しました。そして準々決勝で当たったのはローキックの大家と言われた大山、事実としてその時点で極真で最も下段回し蹴りが上手、そして強かった選手。ではその戦いは結局のところ3敗で、まず結果だけを言います。延長3対0、正直なところ3対0とするほどの差はついていないように見受けられます。この後この大山発動が決勝まで立ち上がり、最後は3対2という目標を踏み接戦にして終わる。つまりはこの大山発動がこの時点での事実上の世界最強者と言っていい。そんな彼と下段回し蹴りの攻め方、受け方を知らないという今では信じられないほどの判定を背負った上でほとんど動く、もし彼が4年後下段回し蹴りを知った上で日本に上陸していたのか、チャールズ・マーチンは結局それで引退し、彼は本職である優秀なビジネスマンとして
スノブはその知性を生かして活躍したという話。そして後進を同じアメリカの後輩であるウィリー・ウィリアムスに任せ、その結果はすでに伸びたことです。チャールズ・マーチン、現代に生きていれば世界チャンピオンになった可能性が非常に高い実在である。その不運に私はただただ思いを馳せる。